いやー、怖いな怖いな。前回の心霊スポット紹介からもう1年が経とうとしてる時の流れ、怖いですよねー。ご無沙汰しております。私稲荷の外が万事と申します。以後お見知りおきを。バーキド。今回は公立高校では修学旅行がないでおなじみ島根県の心霊スポット紹介だ。修学旅行がない理由はわからない、昔からそうだったからだそうです。そんな理由、怖いですよね。怖くなってしまった方は主人公さんしじみに閉じこもっちゃってくださいね。あ、ちなみにこの主人公にしじみがあるかどうかは分かりません。怖いですよね。300万円をかけた怖い話の大会、会場チケット応募受付中。当日は会場限定グッズもあるぞ。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。体が痛いね。さて、今日はやらなすぎて今にも忘れ去られそうな企画、47都道府県心霊スポット紹介シリーズです。どこをやったかもう覚えていません。制覇してるとこコメント欄書いてくれたらすごく嬉しいです。で、今日紹介しようと思ってるのは出雲大社っていうのは知ってるけど、あれってどこあったんだっけ。でおなじみ、すいません、島根県にあります。島根県ね、僕通ったことはあるんですけどまだ行ったことないんですよね。なんかおすすめの観光地ありましたら教えてください。じゃあちょっと島根県に伝わる怖い話から、まあ、この場所もね後半に出てきますんでお楽しみに。昔、当時走り屋の友人に誘われ助手席に乗り、一緒に島根県のとある山に行きました。一通り走って下山ついでに近くにあるハイホテルに行こうということになり、車でハイホテルの入り口まで走るとホテルの周りを囲むように霧がかかっていたんです。作り込まれた映像みたいで言葉を失いました。ただせっかくここまで来たのだからと腹をくくりホテルの中に入りました。すると私たちの他にも別グループが肝試しをしており、お互い驚いたもののすぐに打ち解け、話しながら一緒にホテルの中を探索することになりました。そのうちの一人がライターを貸してくれと言うんですけど、ライターがつかないんです。そのライターは山に入る前にコンビニで購入したものなのに、急に壊れることがあるのかなと言うと、ライターを貸した男性もこう言いました。俺もさっき壊れたんだよね。これはきっと偶然なんかじゃない。背筋が凍ったような気がしました。恐ろしくなって慌ててホテルから出て車に戻る、下山してるとなぜか気持ち悪いんです。これは思い込みなのか運転手の運転のせいなのか、はたまた何かがついてきたのか、そう思っているとまだ下りきっていないのに急に車は止まりました。友人が無言で車の外に行くんです。何事かと思っていると友人が向かった先は小さな祠でした。友人はそれに向かって拝み始めました。友人に聞くと1ヶ月前、走り屋界隈で有名なリーダー的存在の人が亡くなってしまっていたんです。しかも事故で頭が飛び、その頭が助手席に座っていた彼女の膝に乗るという悲惨なものだったそうです。友人が車に戻ってくると一緒に何かが乗ってきたんです。視界の端っこに常に人影があるような状態でした。こういった類は大抵この山から離れると一緒に離れていくので特に問題はないと思っていました。その日は解散となり、その翌日友人の彼女の Y さんにこの体験を話すと泣き出してしまいました。さらにその翌日 Y さんからこんなメールが届いたんです。本文も何も書いてない、写真が1枚だけ添付されたメール。写真自体はプラモデルを自慢するような写真でした。ただ右上あたりに矢印のスタンプが押してあります。そこを見てみると何かが見えるんです。拡大してみるとおかっぱの女の子が写っています。よーく見ると右目だけが嫌に大きく陥没してるようでした。これは危険なんじゃないか、霊感の強い友達にその写真を転送すると最低5体は写ってると返信が来ました。確かに全体を見ると所々白いもやがかかっているようにも見えます。これが全部幽霊だったとは。それから1週間後、私、友人とその彼女の Y さん、女性の S さんの4人で Y さんの車に乗って少し遠出をすることになりました。遊び尽くし帰ろうかと話す頃には深夜2時を回っていました。 Y さんの運転で私が助手席に座り、後部座席に友人と S さんの配置で帰宅する。途中やけに後ろが気になって振り返ると、友人と S さんが肩を寄せ合い頭を重ねながら寝ていたんです。友人と Y さんは恋人同士、 Y さんにバレたらやばいなと思いながらライトに照らされる夜道を眺めていると、不意に Y さんがバックミラーを見て、あっ、声を上げました。あ、これはバレたんだなと思い家まで送って別れました。その翌日 Y さんと会うことになりバックミラーの話をしました。昨日 S さん肩寄せ合って寝てたよね、あの後修羅場だったんじゃない。あ、初めて知った。彼女がバックミラーを見て声を上げたのは後部座席の二人ではなかったんです。彼女が見たものはヘッドレストの間から覗くおかっぱの女の子の姿だったのです。怖いですよね。おかっぱばっかりということで寒波到来ということでしょうか。すごくねいい雰囲気になってきたということで。
じゃあこの流れで心霊スポットを紹介していきますか。行きますか。行きませんか。行きましょうか。一つ目、カモメ荘。島根県の心霊スポットといえばですよね、こちら出雲市の海沿いにポツンと立っていた廃墟なんですよ。かつては海沿いで景観がいいよねってことで保養施設として地元住民の疲れを癒す場として人気だったと言われています。ただ過去には某テレビ番組で伝説の霊能力者義母愛子さんに除霊を断念させたことでも当時話題になって、これがカモメ荘が最強の心霊スポットと言われるようになった理由でもあります。また訪れた1ヶ月後に義母愛子さんが亡くなったということで、世間ではカモメ荘の呪いだったと騒がれたんですけど、実は元々患っていた胃がんが原因だったと、これ医学的に証明されています。だからよくよく考えると末期がん患者を連れ回していたテレビ局が一番怖いですよね。詳しい義母愛子さんのプロフィールについては概要欄だ。ただこの場所特に死亡事故とかはないんですけど、この保養施設の前が結核患者の隔離病棟だったっていう噂があるんですよ。それで心霊現象の報告が絶えない場所なんですけど、ここの主な心霊現象としては、誰もいないのに声や物音が聞こえる、必ずと言っていいほど心霊写真が撮れる、帰り道に事故に遭うとかって、特にヤバいって言われてるのが地下室なんですよ。でこの地下室に開かずの扉があるんですよね。でこの地下室が何のためにあるかとも不明で、他の場所とは異なる真っ白なコンクリートとか、保養施設には必要ないであろう巨大な機械の数々、そういった違和感や不気味さも相まって、先ほど隔離病棟だったって話したんですけど、患者の中でも特に重篤な人をこの地下室に隔離していたんじゃないかと囁かれています。そして開かずの扉に入った人はその後必ず肺炎や高熱にうなされるそうです。いや開くんかい。そんなカモメ荘、現在はもう解体されててグランピング場になってますね。そういう意味では長い時間を経て昔の癒しの場に戻ったのかもしれませんね。ただ以前からなんか不明よっつって市が解体進めてはいたんですけど、解体作業結構長引いたんですよ。っていうのも、不幸が重なって何度も工事が中断になったっていう噂もあります。ここに集まっていた霊が解体を拒み霊障を引き起こしたのかもしれません。2つ目、深谷大橋。はい、こちら山口県岩国市と島根県吉賀町の県境にかかった、県境を流れる深谷渓谷っていう場所にかかる赤い橋なんですけど、これ山口県版の新スポでもね軽く取り上げたんですけど、全長が約 100m で水面から橋までの高さが 80m もあるんですよ。大きさでは西日本一です。また橋から見る渓谷の景色が美しくて、周辺に天然温泉もあって、秋の時期には多くの観光客が訪れると同時にですね、日本で3番目に自殺者が多い飛び降りの名所でもあります。かつてはですね、この深谷大橋から谷底を眺めると足がすくむと、この絶景とスリルを楽しめたスポットとしても知られていました。ただ2008年に落下防止のフェンスが設置されてから、そういった事例は減少したんですけど、対策しきれてないっていう隙間もあって、現在でも橋の入り口には絶えずに花が添えてあるそうです。でこの深谷大橋で不気味なのが、フェンスの一部に開閉できるゲートがあるんですよ。なぜあるのか、それが飛び降りた人を引き上げるためにあると言われています。ここの体験談としては、渓谷を眺めていたら後ろから押された感触があり、振り返っても誰もいなかった、観光目的で行って自分でも心身ともに健康だと思う状態だったのにもかかわらず、橋の上から下を覗き込んでいると引き込まれるような、飛び込まずにはいられないような衝動を感じて慌てて橋を渡り切った、こういったものがあるんですけど、で、ちょっと余談なんですけど、この何かやってしまうと命がなくなってしまうかもしれない危険なことに魅力を感じてしまう現象というのがあってね、それがボイドの呼び声というものなんですけど、2010年代の初めにアメリカで学生431人を対象にですね、過去に一度でもボイドの呼び声を経験したことがあるかという調査があって、結果自殺願望は全くないと答えた学生の約半数がこのボイドの呼び声を経験したことがあると回答したんですよ。これ何かっていうとね、この深谷大橋みたいな下を見ると足がすくんでしまう場所に行った時に、あ、ここで落ちたら死ぬんだろうなと思った瞬間に落ちてみようかなという衝動に駆られるんですよ。これは全く自殺願望とは無関係な可能性もあるということですね。次に3つ目、千人壺。結構名前の響きからして物騒なんですけど、こちら大田市にあるがっつり世界遺産でおなじみって誰かが言ってた岩見銀山の史跡の一つで、深さが4メートルぐらいの井戸のような穴です。この岩見銀山からちょっとざっくり言うんですけど、戦国時代後期から江戸時代前期にかけて世界の銀の約3分の1を産出したと言われていて、で労働者の中には採掘した銀を盗む人もいたんですね。でそうなると、我が国の資産を奪うとは何事かっつって、首をはねられた罪人が放り込まれたとされて穴がこの千人壺です。罪人の他にも回復の見込みのない病人、伝染病が疑われる重篤患者、事故死した身寄りのない銀山労働者など、数え切れない遺体を放り込んだことで千人と呼ばれてるんですね。この場所でも何者かの視線を感じる、背後から足音が近づいてくる、うめき声が聞こえる、体中に手形の跡がついている、いろんな心霊現象が報告されています。で現在では草で覆われてて、観光パンフレットや案内板にも記載がされていないということです。次に4つ目、枕木さんハイラブホテル。こちら一番最初の話で出てきた場所です。
このホテルね、4つしか減らないんですよ、スクリーン。そのうち1つが、なぜか壁が真っ青っていうね、ちょっと不気味なんですよね。で、特にホテルで何かあったってわけじゃないんですけど、当時、薬物中毒者の客が自殺した、さらには殺人が起こった、それで幽霊が出るって噂になって、これで結局、客足は途絶えて経営不振になって、なんと経営者も自殺してるんですね。で、こういったことから、オーナーの霊が出る。2階のベランダに白い服の女性の霊、そして、おかっぱの女の子、あとは白いもやですね。で、なんか近くに車を止めていくと、戻ってきた時に、車が止めた時と逆方向を向いて止まってるってね、まあ、あまりにも霊が怪力すぎて逆に恐怖吹っ飛びそうですけど、まあ、こういった報告あるんですよ。次行きましょう。奥出雲オロチループホトチンコスープみたいなね、ほんとすいません。こちら仁田郡にある日本最大級の二重ループ道路っていうところ、なんかよくわかんないですけど、まあ、こういった見た目が日本神話に出てくるヤマタノオロチに似てるっていうことでこんな名前つけられたらしくて、高速道路とかでよくあのぐるぐるってなってる道路あるじゃないですか、あれですね。まあ、今でもガンガン車走ってるんですけど、かなりね高さがあるんで飛び降り自殺する人が多いそうで、周辺では自殺者の霊が出るって言われてるんですね。またこの奥出雲オロチループの横にミーノオ橋って赤い橋あるんですけど、こっから飛び込んでくる霊がいるそうで、まあ、さらにこのオロチループ展望台の近くに平家トンネルがあるんですよ。でここ平家の落ち武者の霊が出ると言われてます。もう逃げ場ないよ。じゃあ最後6つ目、岩見畳ヶ浦。こちら浜田市にある国の天然記念物にも指定されている観光地。明治に起きた浜田地震によって隆起した岩や石ころが辺り一面を広がってるっていうね、不思議な景色が見れます。でこの石の中にハートの形をしたハッピーシェルっていうのがあって、見つけたらねすごいんですよ、ハッピーになるそうです。そんな観光地も一方では心霊スポットと呼ばれています。この海流の関係で溺死した死体が流れ着くと言われてるんですね。また亡くなった子供の霊を供養するための地蔵の形をした石仏がたくさん並んでいる、いわゆるサイの河原でもあるということ。ここではよく心霊写真が撮れると言われてるんですけど、その中でも多いのが知らない子供が写り込んでるということです。皆さんも写真に子供が写っていたら気をつけるようにしてください。はい、といかがでしたか。今日は島根県の心霊スポットを紹介してみました。僕らの音楽、皆さん決して遊び半分で行かないようにしてくださいね。まあ夜は勝手に入らず昼観光地として行ってください。他にもこんなとこあるぜって方、うちの県やってくれるって方いましたらコメント欄でお会いしましょう。また次回の動画でお会いしましょう。以後、おやすみなさい。